ベニアコと、ベニア・イチェバリア・ウルキアガは、スペイン・ウィスカヤ県出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。アスレティック・ビルバオの下部組織出身で、2006年に1試合だけ、トップチームで出場している。契約最終年であった2008から09シーズンは、セグンダ・ビーの UB、根ンセにレンタルされると、シーズン後に、レアル・ベティスと契約する。最初のシーズンを、 B チームで過ごすと、監督のペペメルの目に留まり当時、西軍ダ所属だったトップチームに登録された。レギュラーとして、チームのプリメーラ復帰の原動力となり、翌シーズンからは10番をつけた。2013年6月26日、自身の古巣となるアスレティックビルバオへの移籍が合意した。2019から20シーズン終了後にアスレティックビルバオを退団し、 2020年11月15日に A リーグのマッカーサー FC に加入した。2021年6月29日、アスレティックビルバオでも共闘したマルケルスサエタと共に現役を引退することが発表された。ありがとうございます。